皆さんどうも、ゲーム研究会のエミです。まずはこちらをご覧ください。はい、ただの雷の槍がこの威力に。この変身アイテムを使用することで雷祈祷の威力を上げることができます。それがこちら、巫女の心臓になります。防具を外した時のみ使える変身アイテムで、何回でも使用できて FP の消費はありません。説明にもある通り、王都古竜祈祷の威力を上げることができます。王都古竜祈祷はこのシリーズになります。雷系の祈祷はほとんどこれになっています。巫女の心臓を使うと少しだけ全防御力が上がって、変身した状態でさらに使うことで祈祷の威力を上げることができます。 FP を消費しないでバフをかけることができ、防具を外しているのに全カット率が上がる素晴らしいアイテムになっています。タリスマンはこの4つがおすすめになっています。防御力が少し上がってるとはいえ裸状態なので、カット率が上がる竜印の大盾のタリスマン、あとは祈祷の威力を上げるために集う信徒のセーフ、ゴッドフレイの肖像、雷のサソリを装備してます。ステータスの信仰だけを上げてる場合はサザリー氏の聖印を使うことで、王と古竜の祈祷がさらに威力上がるのでおすすめします。先ほどは巫女の心臓だけのバフで雷の槍を打ちましたが、もろもろのバフ込みで打つと壊れ火力を連発できます。特に死の雷撃と古竜の雷撃はボスをワンパンできるレベルです。あの DLC の入り口にいた炎の巨人とかも古竜の雷撃で簡単に倒すことができます。ですがこの巫女の心臓だけのバフでも威力がそこそこ上がるので、気軽に使うことができます。早速入手方法なんですが、これが少し大変で、暴竜ベールを倒さないといけないので道を紹介していきます。早速ですが、 DLC マップの城塞正面の下の方にある祝福桂坂中腹に行きます。近くに行くと NPC のエーゴンが話しかけてくるので、その NPC の奥をひたすらまっすぐ進んでいきます。途中で古竜人が侵入してくるので、倒してさらにまっすぐ進んでいきましょう。しばらく進むと洞窟の竜の穴があるので、ここを攻略します。そんなに長い洞窟ではないので、すぐにボスまでたどり着けると思います。ここの広間に来たら、正面の穴を落ちていくとボスの古竜人にたどり着きます。NPC タイプのボスなので、位牌にヘイトを取ってもらい、後ろから地名などを取れば簡単に倒すことができます。ここのボスを倒すと竜狩りの太刀を入手できるんですが、この戦技竜へのダメージがかなり高くて、この先竜が数匹出てくるので、装備できる方はかなり楽に攻略できるようになります。古竜人を倒してさらに進んでいくと竜がいるので、倒していきましょう。先ほどの太刀で戦技を打ちまくって簡単に倒すことができました。竜を倒し終えたら、先に進める道が2つあるんですが、この変な形をしている岩の方を進んでいくと暴竜ベールがいます。そしてこっちの木の方面が巫女の心臓を入手できる祭壇があるんですが、ベールを倒さないと入手できません。ですが NPC が1人いるので、会いたい方は先に行っても大丈夫です。ベールを倒したら、その NPC から巫女の心臓を入手できます。そしたらベールがいる方面に進んでいきましょう。ひたすら一本道なので、まっすぐ進んでいきます。
この竜巻の上を少し進んだら祝福があります。この先はボス連戦みたいな感じで竜が数匹出てきて、基本的には一本道で迷わないので頑張って攻略してみてください。自分は竜の足に張り付いて戦技を打ってるだけで、ベールも簡単に倒すことができました。ベールを倒し終えたら先ほどの分かれ道を進んでいきます。ここの建物に製法所があるので取り忘れ注意です。そしたら目的のアイテムである巫女の心臓を入手することができました。ベールの心臓を入手してると思うので、ここで祈祷と交換もできます。ということで今回は雷祈祷の威力が上がる変身アイテム巫女の心臓の入手方法でした。何かわからないことなどあればコメントで質問お待ちしてます。今回の動画が少しでも参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それじゃあバイバイ。